この間それこそ昨日かな、ビバリーね、高田先生に聞いてたら、安倍貞夫さんがゲスト、おうおう、いい役者だよ安倍貞夫さんってさ。いや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 、ちょっと待って、そんないい役者さんとか言ったことないだろお前。何が？タイガーの器じゃねえ。違う違う、俺だ、違う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 。何言ってないっつんだよ、お前。バカだな、お前。衝撃だな、言ってないよ。言ってたろ、それ、ムロツヨシだろ。いや、知らない。ムロツヨシの間違いに言ったかどうかは知らないよ。ろくなもんだ。なんでだよ。別に。調子乗りやがった。調子乗ってないよ。あいつは。別に売れっ子の役者さんみたいな顔しやがった。面白いんじゃないんですか、ムロツヨシ。ダメだよ。安倍さんはやっぱさ、最高の、だって俺、あの、彼女がその名を知らない鳥たちはすっげえ良かったしね。ちょっと早口で言ってた。本当に良かったし、ね。で、あ、安倍佐藤さんだと思って聞いてたんだよ、と、うん、喜んで。おね、うん。で、ほら、高田先生はほらもう、グループ魂、あの、工藤館からもうずっと、うん、あの、高田文雄の歌とかさ、歌ってた、高田先生も、うん、とにかく、大ファンだから、ね。ね。あの、三人は。はい。それでさ、伊達天の話とかまたなったわけ、うん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 、で安倍さんが、うん、その伊達天のちょっと始まった頃に、うん、あの高田先生からその今度工藤館だしね、うんうんうん、でトロフィーみたいな、それこそ高田文雄賞みたいな、うん、あの中村勘九郎をゲストに呼んで、あのスパークリングワインみたいなのをね、うん、あのその、高田文雄賞として、受賞させたんだって。うんうん、そしたら、安倍貞夫はそれを聞いてたらしいんだよ。うん、なんで俺は呼ばれないんだと。あ、それをさ、まあ、散々さ、ね、散々さ、はいはい、先生に愚痴ってるわけ。うん、はいはいはい、お前よく聞いてんな、はいはいはい、って言っててさ。で、お前、伊達天もやっぱな、いろいろ、はい。先生も散々言ってたんだからな、ね、うん、で、伊達天の時に、数字が取れなくてね。どうのこうのつってさ。タイガーが今度、キリンが、ね、うん、キリンまで待てないみたいな、うん、でね、再放送してんだよ、今ね。うん、あの、うん、松村くんがやってんだよ、うん、国取り物語、はいはい。そっちの方が撮ってんだよ。うん、再放送に、伊達天より、お前再放送撮るってどういうことだよ、ね、散、う、々、ん、言ってたよ、うん。安倍佐藤が来てたさ、急にさ、うん、なんか、いや、あれ、ま、相当言われたろ、うん、あんたが散々、一番言ってたらさ、ね、うん、あれ大丈夫だった、うん、なんて言ってんだよ。うん、ひどいな、この人とか思いながらさ、うん、俺はもうずっと見てるからね。うん、だってもう最高だったから。うん、そしたらさ、安倍佐藤さん、あの、ラジオで太田さんに、うんうん、あの、安倍佐藤は、その、主役の器じゃないって言われて、すごい落ち込んで。嘘いやいや、言ってないからみたいな。言ったよ、お前。しばらく落ち込んで、いや、かわいそうに。僕は本当主役の器じゃないのかなとか思って。そしたら高田先生が、あいつ言ってたな。あいつは言ってた。裏切った。裏切った。あいつは悪い奴だな。あいつは言ってたよ。そういうこと。俺も聞いた。なんて言ってんだよ。ちょっと待ってよみたいな。俺はさ、それは、あ、やっぱ聞かれてたみたいな感じだなって。ね、で俺は、ちょっとビビってたのは、うん、結局、ミオサさんのドキハキに安倍さんが出た時に、ミオサさんだって安倍さんだ方が言って、え、なんで僕のことってさ、いや、太田さんのラジオでいつも毎週名前言ってるからって言うから、やべえと思ったわけだよ、俺は。聞いてるよ、聞いてるよ。ね？でも、まあ、あそこは聞かれてないかなって思ってたらさ、しっかり聞かれてたっていうか、俺は言った覚えはないんだけど。言ったよ。ね、それで、言ってんだよ。うん、やっべえなと思ってさ、もう冷や汗もんだよ、俺なんかさ。ね。ね。それでさ、まあ、だんだん、お前、あれだよな。でも、あの、入れる大変だったろ、なんつってさ、うん、じゃああれだな、大谷もな、今度言っとけよ、俺が、とかなんか言ってるわけ。何ね。それで、でもまたね、ああいうこと言うて、悪い奴だからね、すぐ言うからな、なんつって言ったらさ、今度は安倍さんがさ、いや、でも、先ほど太田さん、バレてんの気づいたらしくて、ね、なんか、急にフォローしだして、なんか、いい役者だとか、急に言い出して。それすら、お前出せれば、そのさ、ちょっとーみたいなさ、もう、そのさ、間接的に攻めてくんの、やめてくんねえから、みたいなさ、もう間接的にじわじわさ、なんかさ、追い詰められていくんだよ。クドカンも毎週聞いてるし、安倍佐賀も昔からのヘビーリスナーらしいですよ。高橋洋次さん情報だから。間違いない。教えてよ隣の。だから高橋さんはもう大好き。教えてよこれ、安倍佐賀のいだての役。教えてよダメじゃんみたいなさ、うん、感じで。
で、今度ね、マザーってね、はい、長澤まさみ。はいはいはい、そうそうそう。で、出てるね。で、その最後ね、宣伝を、高田先生が、オタクも聞いてるからさ、ちょっと、みんなにさ、PR してよって言ったら、今回は僕は主役じゃありませんので、安心してご覧になれると思いますので、ぜひ、もうさ、もう、みたいなさ、ぜひご覧ください。長澤さんのね、主役の、主役の器とはこういうものなので、そんなのないじゃん。もうお参りだけ言ってんだよ。もう俺もうどうしようかと思って、安倍さん。どうしようじゃん。俺だ、本当にいいやつ。安倍さんってなんで安倍さん、俺安倍のマスクだって否定してないしね。安倍のマスクだって。あらゆるんだから。関係ないし、安倍のマスクは関係ないし。安倍貞夫のこと言ってんだから。うん、そうだよ。ね。だからさ、もう本当に俺は誤解がすごいなと思って。全然誤解してないですよ。もうそのまんま。聞いてんだからもう逃れようない。何が聞いてんだから。いや、俺だって彼女は名前を知らない鳥たちとかすっげえ見て。そこ早口なんだ。彼女が名前を取れない鳥たちとか。取れない鳥たち。取れない鳥たちとか。舞台も見てるしね。あれを、なんか、ロボットのやつ、沖縄めぐみのやつとかさ、ああいうのだってすごいよ、いいなぁ。何にも具体的な名前も。いや、もう、そうだよ、沖縄めぐみが出たんだから、初演で。丸森は見てた？丸森はだって、服のやつでしょ。服は俺、服は認めてないから。なんでだよ。服のことはね、安倍は認めてる。綺麗？綺麗って、そうそう、舞台ね。綺麗って舞台があるのよ。サザンじゃなくて？サザンのアルバムじゃなくて？サザンじゃない。バカだな。それは漢字だろ？漢字。違うんだよ。綺麗っていう、なんかの文字で書いて、綺麗って、ね、カタカナじゃねえのか。なんかあんだよ、それが。うん、それとか。カタカナ。うん。カタカナ。カタカナ。うん、見てんだから、俺は。ああ。いいよ、SF、あれで、SF で。SF だよ。ミュージカル。ミュージカルだよ。お前もう今、山下の言うの、そのまんま謎って言ってるから、先輩局長と一緒だからな、今、お前、息子だ、一緒だからな、横でお前、高橋さんが、カタカナ、カタカナとかさ、全部言ってんだからね、ね、ミュージカル、ミュージカルとか。ちょっとフォローしてくれりゃいいのにさ、あいつはコロコロ変えるからな、ってさ、自分だろ、みたいなな、俺からしてみりゃ。今日も聞いてるよ、安倍さん。え？聞いてるよ。だから俺は本当に綺麗とか、すげえ素晴らしいなと思ってるし、そういう、なんつうの、うん、劇団の名前なんだっけ、あの人たち。大人計画だ。大人計画だ。そこはそこはどうする今の。どうする ね。ああいうのとかも。三人組は何で覚えてる？グループ魂。あ、そこはちゃんと覚えてる。タイトルライブ出てくれたんだから、お前。最高だったじゃん、あのネタ。覚えてる？どうなのか。かのか、もうウケたよ。すごいウケてた。あれな。いや、面白かったよね。うん、だからさ、はい。といいよな、高田先生もさ。いや、でもさ、そう考えて嬉しいじゃん。いや、嬉しいよ。安倍さんもみんな聞いてくれてんだよ、この番組。ありがたい。嬉しくない、マジで。本当に、大人計画入ろうかと思っちゃう。いやいや、入れてくんないよ。入れてくんないかな、今から。入れてくれないよ。やっぱりさ、ほら、打点とかもさ、はいはいはい、俺も面白いと思って見てるよ。うん、見てるけど、それじゃんか、見せなくていいんだよ、もうさ、言ってるけどさ、うん、やっぱり先輩安倍さんだ。違うよ、別に。やっぱり先輩安倍さんだ。違うよ別に。安倍さんだ。怖いじゃん。だけど別にそこは違うでしょ。図書館のバタじゃない、あんなの。図書館のバタじゃない、あんなの。よっ、安倍さんは大河の看板じゃないな。火曜じゃん、爆笑問題カーボーイ。さあ、ということで急遽来てくださいました。本日のゲストをご紹介しましょう。俳優の安倍貞夫さんでーす。どうもこんばんは。ありがとうございます。本当に。大河の看板じゃないと言われてます。今改めて本当ひどいよね。違う。違う通しだよ。言ってるのムロツヨシは一言も言ってたのに全部差し替えたら。なんで大河の別に主役やってねえもん。だから勘違いしちゃったけど。勘違いしたじゃねえ。見てたの。本当だって俺全部見ましたからね。大河。安倍さんの安倍さんになってからの方が見てますから。ですか。そうです。でも前回ずっと第一話からずっと見てたんですよ。いや、食い入るように。食い入るように。食い入るように見てました。ひどい、本当に。ひどくない。ひどいっていうか。はい。まあ、ちょっと経緯をね、これラジオ聞いて、はい、知らない人もいるから、はい、一応これ経緯、
説明します。昨年、まあ、安倍貞夫さんが NHK の大河ドラマ、伊達邸の主役を務めました。これはもう皆さん知ってると思います。で、伊達邸は大沢も、まあ、たけしさんも出るっていうのもあるし、はいはい、普段ね、あんま大河見てなかったんだけども。見ないんだけども。初めて見たんですか、大河。今回は、やっぱね、ちょっと興味あるし、ね、まあ、くどかんだし、まあ、見ようっていうことで、うん、で、見てました、はい。で、このラジオでもよく、どうだな、ね、はいはい。で、確かに。だからね、うん、高田先生は悪いんですよ。うん、なんちょっと人のせいにするんだよ。安倍さんね、この間ビバリー出た時に、はいはいはい、高田先生はなんか、ね、視聴率うるさいこと言ってるやついるじゃん。うん、あれどうだったのって言ってましたけど、はい、一番言ってたの高田先生。一番言ってましたから、月曜日。タイガも毒だよとか、ね、月曜日なんで視聴率の話ばっかりそうなんだよ。あの人はさ、俺あれで知ったりするからね、サンジャポの視聴率がどうか。僕してないんですか、視聴率っていうのは。視聴率をずっと言ってんだよね。うん、で、まあそれは置いといて、で、そこでおつさんが、その、はい、安倍貞夫は大河の主役の器じゃねえだろみたいなこととか、ね、先般は安倍貞夫だと。ね。言ってたんだよ。で、それはまあ、この番組ずっと、だから、それこそね、クドカンは結構聞いてるわけですよ、確か。ずっと。ありがたいじゃないですか。ありがたいじゃん。お前が言ってんだよ。尊敬申し上げてますからね。でまさか、ね、安倍さんはまあ聞いてるわけないと、こんな隅っこでやってるんだ、聞いてるわけないと、しかも大河で忙しいし、ね。完全たる輝く。ね、うるせえよ。で、今年2月です。大田さんがいつも聞いてるね、ABC ラジオのドッキリ発見の三沢さん。気も冷やしましたね。で、この番組に安倍さんゲスト出演したときに、はい、安倍さんが、うわ、三沢さんだ知ってたと。うん、まあ、三沢さんは知っててもおかしくないんだけど、うん、その、どうもそのリアクションが、カーボーイを聞いて、知ってるんじゃねえから、みたいな。この番組でね、言ってるから、で、大田さんはちょっと、うんっと、これ、もしかして聞かれてんじゃねえかなって言うんで、ちょっと心配になります。で、先日、日本放送の、はい、高田先生のビバリー聞いてて、ね、はい、安倍さんのゲストで出られていて、はい、そこでついに、安倍さんの口から、そういえば、爆笑問題の太田さんに主役の器じゃないって言われたんですよね。すごく落ち込んだんです、みたいな話をしてね。本当に人が悪いんです。完全にカーボンを聞いていたということが分かって、これ、経緯は間違いない。間違いないです。先週からムロツヨシに乗り換えたってのも、全部聞いてました。全部聞いてた。はいはい、あ、ちょくちょくこの番組聞いてくださっていたわけですよね。間接的な攻め方やめてもらえますか。いや、直接はなかなかね、そうですね、いう、ほら、あ、だってあったの、だって。いや、もう、サイタナイブ出てもらった時以来ですよ。いや、その後ね、一回ね、ファミキン、ね、番組ね、そうですね。番宣でね、はい、ドラマの番宣でね、来て、そうかそうか、俺らがなんか特番で、うんうん、大竹の奥さんの中村。中村あゆみ。あゆみ、やばい。翼が折れちゃうから。中村ひとみと三人司会やった特番あったの、はい、なんか大きなスポーツの、スポーツやるやつ。あ、あれで来たいらっしゃいましたよね。いらっしゃいましたよ。もう本当に。そうだ、あれは俺は覚えてる。俺は優勝してくれって思ってました。思ってくれ。あ、マルポの着てて来たんですよ。もっと前です。違う、ま、あ、アンフェアってやつです。もっと前、ね。はい、そうですね。エイタ君と言って。そう。ね。そう、エイタ、はい、そう。で、それは俺は覚えてる。その番組に来たの。はい、あ、そうか、そうか。うでも、ほとんどね、お話しする。あんまないですよね。そうですね。ないですね。本当ですよね。はい、ないです、ないです。だから、僕は一方的に聞いてるだけで、うん、まあ、ファンみたいな感じだったんで。いやいや、ちょっと待ってさ。どういう思いですか正直、どういう思い僕そうやって聞僕ちょ、まだ役者始めた前ぐらい、もうライブ、ショーミーですか、うん、はいはい、ライブ、ショーミー。勝ち抜くと、番組もらえるじゃないですか。あ、はいはい、あれで、毒豆さんのネタやってて。やったやったあれで僕泣きながら見てたんです、笑って。ほら、さすがさすがじゃねえよ30年前の特番だよ、深夜にやった我々の。黒い電波ね。60番話し飼いっていう枠があってね。はい、で、勝ち抜くと60分枠もらえて、はい、その頃はまだじゃあ学生さんっていうか、高校生とか。もう、もう、高校卒業しました。高校卒業しました。はい、そんな頃に、ありがたいよ、俺が、まむしさんになって。そうだね、で、いつもの通り行くわけですよ。で、うるせえ、クソババコネロって言って、ばーっていつもの通りやってると、そのおばあさんが、ちょっとあんた、それはないんじゃないかな。怒り出す。マジで、年上に向かってババアっていうのは、いやいやいや、そういうもんだからよみたいな俺が言って、だんだん追い込められてくるみたいなね。おさん、あのネタです。あのネタですね。そうですね。あれを、覚えてます。あ、そうですよね。ですよね、してんだよ。もう本当に僕はあれ安倍さんに向けて書いた。その頃別にまだ全然後の
もちろんじゃない。もちろん本当に。でもそうやってね、はい、いやだからねこれちょっと誤解があるのはその安倍貞夫という役者を否定したわけじゃないんですよ僕は。なんですか。そのやっぱだ僕はだってあれ伊達天最高勝率ですから僕の。いやいやいや、それはどうかな。どういうことなの。伊達天最高視聴率ってどういうことですか。最高視聴率ですよだって毎回見てるわけですから100%。いやだから大津さんは見てて、うん、確かに伊達天別に面白いのにや面白いのな面白いですよ。でも世間的にやっぱり今でも見てます。ああいう時代劇じゃないと今でも見てます。今でも見てはないでも見てますね。ただ時代劇じゃないとな。大河の枠っていうのは、うんうん、じいさんばあさんいわゆる、うん今まで通りの歴史絵巻物みたいなのがと、そうですよね。そうすると、やっぱりその、渡辺謙とか言いましたっけあの人、なんかよくわかんない役者いるじゃないですか。わかんないね。なんか、謙とか頭やんて。独眼竜政宗とか、ね。不倫する人ね、すぐ不倫する人。不倫する人とか、それはダメ。そういうことはダメよ。謙さんもなんで、ひどくないなんか。いや、ああいう看板みたいなことに騙されやすい視聴者が見てるわけですよ。まあまあだ、まあ、大看板みたいなことをや、ね、言いたがるじゃないですか。僕はちっともそうは思いませんね。お前がその看板じゃねえみたいな。渡辺渡部は、いや、まあ一緒にするんだよ。不倫の代表として、世界の渡部、渡部。世界の渡部ですから。そういう意味で言うと。だから、あの、伊達天は、日曜劇場で TBS の、はい、もしやったら、もう40は言ってますよ。視聴率。それは、安倍さんでもですか大丈夫なんですか安倍さんじゃなきゃダメですよ。それはそうでしょそう、当たり前じゃないですか。あれ、リアルタイムで聞いてたあの、ですか、うん、あ、実は聞いてなくて、うん、その、三代さんの後で、結構、うちの奥さんも聞いてるんですよ、僕。で、面白かったよって言って、うん、僕はちょっとラジオで後から聞くんですけど、うんうん、その頃ね、あんま言わなくなった人あら、奥さんに悪いわ、すっげえそれって。自分の旦那がさ、一生懸命さ、やって、大河の主役なんてもう、本当にすごいことだ。一生もんですよね。一生もんですよ、そうです。僕はそう思いますよ。それをさ、奥さんが聞いてて、あ、これちょっと旦那の悪口言われてる、ひどい。いや、悪口言えないみたいな。なんかだから、わかりましたよね、今の言い方で。何ですか僕が言ったら。ちょっと逆切れっぽくなった。気が合うってなんか、分かったでしょうだから僕は、証拠に、大河を見てないですか他の大河を。わかりますいやいやいや、だから別に。他の大河は見る。だから、視聴率はいくら良くても。ね、面白くない、面白いと思ってないです、大河なんてものは。ね、まあ、それはいいですよ。ええ。ただその大河の主役を張る風潮ですよ、ね。風潮、違う違う、風潮の話ですよ。うん、そういう、なんつう、誰しもが思うような、なんつうの、三流役者が主役をやる枠です。そんな、滝田栄とか滝田栄だったらそうですよ。後に料理天国とかで、どんどん落ちてったじゃないですか。無名人。お前ひどいわ。ひどいわ、お前。ひどいですね。ね本当に。いやいや、本当に、だ本当のもの、本物ってのは違うんですよ。あそこじゃない。それを奥さんから、はい、まあ言われずに、はい、で、どこでこう。で、その、三代さんの番組出て、うん、その次のぐらいのワクション問題聞いたんですよ。うん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 、あ、その話をしたら、はい、あれ、安倍さんもしかしたら聞いてんじゃねみたいな感じになってて。そうそうそうはい、で、いろいろそこからもう、うん、なんか、上田さんとの番組とかも僕見始めて。太田上田はい。それでも言ってて、うん、いや、逆に僕ずっと太田さんのこと見てるんですよ、今。セックス。本当にさ、弱ったね。弱るよ。いやー。いやーじゃねえんだよ。まあでも分かってもらったと思います今ので何の僕のね分かりますよね役者なら、うん、役者ならじゃねえ武井壮さんとかも、ま、巻き込むのはちょっとやめてほしいそうだそ う, そうだ武井壮なんだっけ、武井壮なんか友達みたいなやつ、うん、武井壮が言ってたんですよ、うん、僕にねあの安倍さん方去年トークイベントとかやってるんですよ武井さんとかと一緒に、うんはいはい、それでなんかそれで言われてると思われると相当いやじゃあお前武井に謝った方がいいいや武井は本当に言ってたんですよだから僕はそんなことないんじゃないかって言うんだけど三者ポの後だろ三者ポの後の楽屋だろいや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 自分から言ってバーターでつかなきゃね、そんなこと言うわけじゃん言ってたんだもん本当に武井がいや、それひどいやつですよ、あいつ。ひどい、それ、いや、ちょっと待って、もう来週、竹井が来るぞ、この番組。いやいや、来週、竹井が来るからね、60年。いや、別に大丈夫だもん、竹井が。いや、ちょっと、ほんと。いや、だって僕はね、安倍さんの方は、本当に、翼が、
ね、知らない鳥たちとか。翼って、名前、彼女が名前を知らないんです、ね、そうです、そういうことです。さすが詳しい。なんか詳しい。翼を知らない鳥たちって何よ。いや、お前見たかじゃあ。見てないよ。はぁ、あ、じゃないよ、別に。ここにいました。いました。いやいや、ちょ、別にいい。全然見てない人。見てないけど。僕は見ましたからね、綺麗とかも見てますし。ああ、でも綺麗、なんか、先週、ロボットが出てくるとか言ってましたけど、出てこないですね。出てこないです。出てこないです。ミュージカルですか、はい。ミュージカルですよね。はい、あの、未来を描いた。違う、違う。まあ、いろいろ書くこと未来はありますけど、ええ、その未来のことではないです。ロボットとかそんな出てくる。嘘でしょ。嘘でしょ。沖縄めぐみが出てくるやつです。出てきます、出てきます。はい。え、はい、あれロボットじゃない。え、どっちかというと監禁されてた少女ですから。そうなんです、ね、ロボット監禁されてた。ロボットだと思って見せたら、ね。あの、アメさんの役はロボットですよね。ロボット忘れろよ、知らねえけど。え、ロボット、お前何でしょ、わかんないけど、俺。いやいや、未来の話ですよね、あれ。未来じゃないですね。ね、違いますか。はい。はい、あれ、でもなんか日本じゃないですよ。あ、そうそうそう。どこだかわからない。特性がないと。そうそうそういうことですよね。はい、で、なんかその、はい、戦争があって、はいはいはい、ね、それで、あれ、ロボットですよね。何の勘違いなんですか、ロボットって。大豆兵って大豆。あ、大豆でできた。そうそうそう。そうそうそう。はい、そうそうそう、そうですよ。ロボットじゃねえ。だ、肉も何もないんですよ。だ、大豆でを食うしかないんですね、うん。死んだら食料になるっていう。あ、そう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 。そういう。大豆兵。でもロボットではないじゃん。なんつうの、肉ではないって。肉じゃないって。イコールロボットじゃねえだろ、これ。いわゆるね。まあそういうのとか、もう、だって、ほら、音量を上げろ、タコ。はいはいはい、ね、ああやつ、ね。あれも見てますか、本当ですか、本当ですよ、あの、血がバーッと。ね、あれは、本当寝ましたよね。寝ました、寝ました。すごい痛くなかったですか、ね、いや、前は死亡とか。ね、正門切れちゃいます、そう、あ、そう、あ、それ見てました、見ました、見ました。もう素晴らしい。だって俺、かけたよね。歌。安倍さんと吉高みゆきちゃんが歌ってる。吉岡里帆さんです。吉岡里帆さん。吉岡里帆ね。かけたよね、おすすめで。かけましたから、か僕ラジオで。あいみょんが作ったやつ。え、あいみょんが作ったやつ。あ、そうだ、あいみょんが作ったやつ。はいはい、あの、あああああ近いです。近い。俺だって未だにたまに聞いてますもん、あ、本当ですか、あれ。ほんと最高ですよ、安倍さん。あいみょん好きだからね。いやいやいや、俺は別にあいみょんだから聞いた。安倍さんだから聞いたんですよ。アベノミクスですから、僕。アベノミクス、アベノミクスなんで。そうです。安倍新派ですから、僕は。どう、え、でも奥さんはじゃあ聞いてくれてるんですか。そうですね、聞いてます。はい、あ、じゃあ、ね、夫婦揃ってさ。どこの人ですか、え、どこの人ですか、奥さん。新宿の人です。じゃあ大変でしょ、今。今新宿に住んでないですけどね。風刺傾向みたいな人なんだね。すごいね。ねえ。そうだよ。うん。だそうやって。感慨深いよね、でも。そうだよ、だからその。また出てくださいよ、タイタンライブ。あ、ぜひお願いしますね。でもグループ魂として今お笑い的なことって。そう、やってないですね。やってないでしょ、はい。ネタとかあんまりやってないよね。ほら、このコロナでそれこそね、もう直前ですもんね。そうですね。あの、公演直前中止になっちゃったっていうね。大変なんですよ。そう。だから、あの、作家の高橋洋二さんもずっともう古くからのね、はいはいはい、付き合いですから、毎回公演行ってたけども、うん、ね、行けなくなっちゃって。うん、ね、そうです。あ、奥さん、そうだ。そうです。ずっと生まれて高橋さんの奥さんが、はい、そうか。チラシをね。はい、そうだ、ね、そうだよね。だから、本当に、すごい深いのよ、つながりが、ね。僕らはそうです。だって、星野源の裏なのに出てくれてるんですよ。ああ、そうか、そうか、星野源って、そうだ。はい。大人計画。基本、聞いてないんですもん、僕、そっちは。そうなんだ。だからさ、工藤官もさ、安倍さだおもさ、こっち聞いてくれてんだよ。ありがたい。なくて。で、星野源とは、な、裏切ったんですか、あれ、大人計画。いや、切ってはねえ。なんか、大人計画の同じも言わなくなった。そんなことない。そんなことない。役者としては、あの、まだいます。まだいるから。はい、あ、そうですか。ほらほら、バク転で松尾鈴木。松尾さんにはお世話、散々お世話になりましたから。そう、やってましたから。あの頃から安倍さんの噂話をしてましたね。本当にさ、お前はさ。いや、でも分かんないから、お前、そうやってさ、落とし入れんじゃないよ。落とし入れてないよ。俺の言ってることは分かるでしょ。いや、分かんない、分かんない。なんで分かんない。なんで分かんない。なんで分かんない。だから、あれはタイガの枠が、ね、でやるようなドラマじゃなかったねって話ですよ。
で、ね、それだって、予定調和が好きですから、あの枠を見てる人たちは。それもう、視聴者を悪く、視聴者はもう、前には言って、自分で言って、ここあろうダメでしょ、もう。本当そうですよ。ね。うん。だから、僕はね、あの、JJJ のね、アマちゃんも、アマちゃんも、クドカンがやるのはどうかなと思ったんですよ。あの、朝、うん、朝ドラだから、ね、クドカンの描く世界ってほら、こう、ちょっとこう、マニアックっていうかさ、まあまあね。なんつうの、うん、若者の文化みたいな、うんうん、そういうマニアックな、うん、こうウエスト、なんと、ゲートバー。バーク、バークぐらいいいよ。パークで噛むなよ。まあね。ね。だけど、あれはハマりましたね。ああ、そうですね。あれはだから、クドカンも、その、なんつうのかな、苦しかっただろうけども、うん、その NHK の客にちょっと寄せたところがすごく良かったなと思いました。何普通の審査員みたいな。そういうことで。評論みたいな始めたけど。いいと思いますけどね。ただやっぱり東京オリンピック、あれ今やってほしいですね。伊達店。伊達店よね、うん。あれやっぱ安倍さんの役が、どんだけ、なんつうの、ダメだ、もう東京オリンピックダメだって言われても、加納治五郎からのつながりで、絶対にやるんだって、頑張る役じゃないですか。本当に見てますね、ちゃんと。見てます、僕は。本当に見てますよ。あの子、えぇーって、ストップウォッチのあのアクションとか、もう俺真似してましたからね。ただ、おそらく今完璧に来まして、安倍さんに喋らせてくれ。安倍さん、どうぞ。いいんですよ。いいんですよ、僕は。安倍さん、ほら、口下手だから。口下手っていう。口下手じゃないの。トラックの運転手だ。そうそう、もともとそうなんですね。ね。だからずっとラジオはずっと聞いてたんで。そうなんです、はい、そうなんだ。すっげえ嬉しくないでもそんな。嬉しいですよ、もう一番。ね。うん聞いてないと思ってたからね。そうよ。ああいうひどい。だから、それはもう本当に、言ってることは分かりましたよね、安倍さん。いや、分かりました。なんか言っちゃうんですね、太田さんっていう。なんか、そう、なんで浅田真央ちゃんが言った、森さんみたいな感じの、ちょっと待って、ちょっと待って、ここで焦げちゃうんだな、あの子は。それはもう忘れてあげてくださいね。大事なとこで転んじゃうみたいなね。そうですね。確かにちょっと、そう。その森さんに失言をして怒らせた男ですから。そう。確かに、うん。そういうとこあるの、ね、そういうとこある。森さん。ついっちゃうん、でも森さんが今まさに安倍さんがやってたあの役どころ、そうですね。そうですね。あ、そっかそっか。そうなんですよ。金塊の、うん。うん。で、やっぱ、後半になっていくと、そっか外されちゃったりするわけですよね。うん。うんうん、ああいうのは今やったら、なんかまさに、なんつうのかな。まあね。僕はオリンピックもう来年もダメだろうって言う人いるじゃないですか。ああいうのもう絶対言わないんですよ、僕は。なんていうかさ、誰も元気にならないからですよ。それを言っても。それは安倍佐藤から教わったこと。なんで安倍佐藤から教わった。僕はそういうセリフがあるんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。日本元気にするために。日本元気にするために。で、要するに、オリンピック村ってのは、こうあらなければならない選手村っていうのはっていうのを、とうとうと言うわけですよ。あれが最高だったですよ。すごいし。なんか、僕、大河の主役やるっていうんで、ちょっと調子に乗って、よく主役の人って、作るじゃないですか、T シャツとか。はいはいはい。ジャージ作ったんですよ。嘘嘘食えんの、うん、うわめっちゃ大津さんちょっとぜひ。これ超嬉しくない、これ。これは調子に乗りました。これめちゃめちゃ嬉しい。調子に乗って作って余ってるんですよ。日本で196、ね、1964の、はい、ちょっと開けていいですか、はい、そう。マジかっこいいじゃん、これ。ほんと、あ、これすごいね。ですか日本代表だよ、ほら。あ、これほら。伊達店の、はい。そう、伊達店のね、はい、これね。横尾さんの、横田さんの、ね、これ。すげえ、これクレーンいいわ、はい。あ、これもう、ありがとうございます。本当ですか超嬉しい。これ嬉しい。これかっこいいよね。そうですね。嬉しい。はい、いやー。すげえ。あ、いいじゃない。NHK。NHK。なんか、そういうことするんだろうな、主役はって思ったんですけど。そうなんだ。はい。そんなに、喜ばれ、喜ばれない。さあ、主役じゃない映画の話しなきゃいけない。いや、ほぼ主役です。いや、ほぼ主役ですけどね。はい、このマザーというね、今、大変話題になってますけど、ね、ありがとうございます。はい、長澤まさみさんとね、映画に今、出られておりますが、はい、すごかったな。見させていただきましたけども、はい、いや、もう、ひどい。これ実話なんですね。そうなんです、実話元にした話。ねえ、ちょっともう、ほんと、
今僕も絶賛子育て中だから。そうですよね。いやもうちょっと考えられないですよね。考えられないっていうか、もう胸痛くなる。本当ですね。けど引き込まれるね。引き込まれちゃうな。面白いっちゃうの。内容は面白いっていう表現はどうかと思うけど、面白いんだよやっぱり。ドキュメンタリーのようだよ。はいはいはい。いやーこれまあ、長澤まさみちゃんっていうのはもうちょっとこう演技派とかね、完全に演技派女優さんですよね、はい、あの方ね、もともとはね、うん、もう割とアイドル可愛い子ちゃんみたいな ね、うん、だったけども、ね、今もうバリバリ演技派でも、うん、ここまでのね、そのでも綺麗な女優さんがこの演技派やり始めるとダメなんだ、なんでだよ。なんで言うの、なんでそういうこと言うんだよ。ダメになってねえだろ。ますますね、ちょっとね、エマニュエル・ベアールがそうだった、いいよ別に、うん、そういう人もいるかもしれないけど、そうじゃない人みんな安倍さんに喋らせろ。この映画嬉しい、はい、はい、これ、はい、あのちょっとそうですね、これはなかなか衝撃な作品なんですけども、はい、親とかあの母親っていうのはどういうものかっていうね、あと息子っていうのはどういうのかなっていう、すごい考えさせられるんですけど、まあ、僕はあの完全に脇なので、いやこれは多分さ、お前のせいだよ。いや、あの正直そんな脇ってほどではなくて、重要なもちろん役なんですけども、一番いい役ですよ、ね。まあ、たったひどい男のね、もうね、ここまでひどい役はなかなかやったことないですから、ね。ここまでひどい役はなかなかないんですよ、ね、ないですね。はい、うん、途中ちょっと伊達店を彷彿とさせるツーショットがありましたね。あ、はい。ねえ。はい、伊達店を彷彿とさせるツーショットがあるんです。あった。そう。あ、そう。あ、ごめんなさい、どこですか。そうなの、あの、ほら。宮川さんですか、この人。あの、宮川されてきた。はい、はい、そうです、はい。あの、ツーショット。はい、この人も、そうか、そうか、そうか。安倍さんチームだったんです。はい、はい。てか、まあ、大人計画だから。あ、そうなんだ。皆さんも大人計画だ。そうですよね。そうですよ。ああ、はい、そうか。うん、ね。なんか、うん、友達同士でやってるとは思われたくないの。あそこはだから俺はどっちかちょっと、ああ、大人計画になっちゃった。あんまりそこは触れてほしくないっていうか。そっとしといてほしかったんですけど。そっとしといて。いやでもみんな役者さんがやっぱすごいよ。みんなすごい。新人のね、子供の、奥平君って人。奥平君って、なんだ。この人は安倍さんに憧れて役者になったんですよ。あ、丸森を見てて、ね。そうですね。それで名前は知ったらしいですけど。ね、あ、それよくご存知ですか、ね、うん、もちろんですよ。ね、世代的に本当、ね、福君とかの世代だそうですよ。そうですか、ね。どうしようもないでしょ、どうしようもない。やっぱ安倍さんに憧れるとこうなるんですよ。本当に福君ぐらいの子が今ね、そうですね、このぐらいの世代だから。初めてお芝居して、これですから。すごい。すごいいい芝居してましたね。今公開中でまた、まあ、あの、要するに見終わったら後味がいいというわけではないけれども。はい、はないけど、ね。すごい、うん。うん。ちょっとなんか。心にずしんときますよね。しばらくいろんなこと考えちゃう。ねえ。もうなんか嫌な気持ちだったりもするけれども、うん、そうそうそう、ちょっとそのサスペンス的な面白さっていうか、ね、そういうのもちゃんとあるから、ね、映画としてはもう面白い映画。でしたね、これね。木の花さんももうなんかね。木の花さんも、ね。よかったですね。よく開演ですよね。ね、本当に。あ、いやー、おちゃん、これは大丈夫ですか？いや、もう、一番ナンバーワンっていうか、もうこれ。来週も聞きますね。まじでもう、貼っといた方がいいかもしれない。少なくとも。今もうあの、ラジコでね。はい、で後で、もう、はい、リアルタイム聞けなくても聞けるんで。いやいや、もう本当に、もう、いや、本当にすごかったです、本当に。うん、だから、名前を知らない、なると、並ぶぐらいの、はい、並ぶぐらいって僕が言うのもおこがましいですけど、本当に素晴らしいな。ありがとうございます。ね。お色あげろもんす、言うか。本当ですか、うん、嬉しいです。あれ、ミキさんですよね。そうです、ミキさんです。ミキさんって。ああ、ミキさんね。ミキさん投資。はいはいはい、はい。あの人だって、俺、会ったことないね。こんだけ長くやって、ミキサさん。そうなんですか、ミキサさんはね、会ったことないかな。うん、宮沢さんはあるんだ、ね、宮沢さんあるんだけど、シティボーイズで、うん、宮沢さんの次に作家になって、すげえなと、若手の頃から思ってて、そうそうそう、どんどんわけわかんない世界に行っちゃったな。結局なんかミキさんも聞いてるかもしれない。お前は何にも学ばねえの。本当にバカなんだな。バカなんだ結局は。ね、いやでも本当にあの今公開中なんですよね。はい。そう。ぜひ。そうです。マザー。これ撮影はでも全然コロナ影響なかったですか。なかったですね。まあ、多分もっと前でしょうからね。はい、ね、あのもうもちろん安倍さんもそうですけども、ね、
長澤まさみちゃんのまた、はい、衝撃作ですね。すごい感じ、そうですね。で、これも光っておりますので、うん、ぜひ見てください。はい、いやー、急遽今日は本当に、いやいや、すみません、来てもらって。いや、とんでもないです。なんか。嬉しかったね、いや、もう一番嬉しかったですね。ね。もう多分、エアガンとかで撃たれるのかと思ってたんで。いやいや、もう撃つともそんな。そう、本当だったら、絶対やるのに、ね。今日は、立ってなんか、頭喋ってましたね。そうですね。びっくり入ってきた。そんな最近見たことないですよ。よっぽど、やっべって思ったな。思ってないですよ。ずっと聞いてました。木村拓哉さんのラジオまで聞いちゃいましたか、僕。俺まだ聞いてないのに。本当に。なんかわかんないけど、なんか。すげえ、貼られてるぞ、お前。安倍アラートがずっと発動中だわ。ね。はい、ということで。いやいやありがとうございます。すいません。まあ、じゃあ、この後もラジオまた聞いてください。ぜひ、サンタタイムの方もできればまた。ぜひぜひ。ありがとうございました。安倍サダヲさんでした。さあ、ということでね。安倍サダヲさんも帰ってきました。ありがたかったですね。本当にね。はい。うん。だから、タイムフリーで、こっからの部分もおそらく安倍さん聞きますからね。今これ聞くと思いますよ。はいはい。注意してください。いや、本当に、だって、俺別に嘘は言ってないですからね。本当ですから。なんか嘘っぽくなるのが嫌なんですよ。なんか言い訳してるみたいになってるけど。俺は、本当のことしか言ってないんですよ。なんかそれをニヤニヤしてみんな言うから。ね？僕は本当にすごいなと思ってるわけですからさ。わけですからさ。なんかもう言葉がもう、やばいですよ。やばい。怪しいですよ。本当に。じゃあ次。竹井が悪いんだよ、竹井が。竹井悪くて。竹井がバターだって言ったんだから。言ってない。これが本当の大人の事情ですなんか。ちょっと大人計画だけに、みたいなさ。大人の事情ですよ。大人の事情ですよ。じゃないよ。